今ビジネスマンの間で話題となっているこの魚ビジネスという本、カバー裏にはこんな文が。世界の教養だからこそ新潟県民も魚の知識をつけた方がいい、その訳とは。日常生活でも役立つ魚の教養を深めます。今気になる旬の話題をさまざまな形で掘り下げるアップデート、今日のテーマはこちらです。今知っておきたい魚の教養ということで、突然ですがここでお二人にクイズです。はい、高級寿司と回転寿司、その違いは何でしょうか。まあ、どちらも美味しい、はい、という共通点あると思うんですけれども、決定的な違いがあるんですね。なるほど。それはやっぱりお値段でしょう。まあ、お値段ももちろんそうなんですが、まあ、まずはじゃあ日高さんからぜひお答えください。お値段以外ですと、そうですね、やっぱり板前さんと会話しながらいただけるのが高級寿司店のいいところだし、はい、あれじゃないですか、地物の魚がいただける、いただけない。地物の魚がいただける、違います。あれ違う。地物は違う、それ違うんですか。あれ高級寿司のね、なんか似合う、きっといっぱい通われてるんじゃないかって違いが分かる。日高さんが当たってないっていうことはちょっと私はなおさら分からない自信がある、当たらない自信があるんですけど、まあ、全部雰囲気から違いますからね。手間、まあ、職人の皆さんが握ってくれるとか、うん、そういう、まあ、手間とか、あとね、かけてるいろんなこうものを皿とか、それはそうですよね、あるかもしれませんが、まあ、それだけでもない。このクイズの今回としては違います。はい、なるほど。ということで、はい、正解は何かと言いますとこちらです。魚の仕入れ方ということなんですね。やっぱりそうだった。あまり分かってなかった感じでしたけども、そうだろうなと思います。そうだったんですね。で、お店ごとにもね、違いがあるということなんですけれども、はい、高級寿司店の場合はこちらです。鮮魚店に魚の目利きをしてもらい仕入れるので、その日一番おいしい旬の魚が楽しめるということなんです。では回転寿司はどうかと言いますとこちらです。魚を事前に大量に買い付けることで安く仕入れることができる、つまりいつでも安定した美味しさの魚を楽しめるということなんです。またね、お店の、まあ、方向性も違いますからね、それぞれね。はい、はい、そして今出したクイズのように魚の豆知識から漁業の専門的なことまで幅広く書かれたのがこちらの魚ビジネスという書籍なんですけれども、こちらを書いたのは糸魚川市出身お魚コーディネーターの長崎一輝さんという方なんです。魚にまつわる研究や仕事で得た豊富な知識で書かれた魚ビジネスは今非常に注目されているということなんです。その注目度はどうかと言いますと、発売後3ヶ月で4回の重版、大手通販サイトの電子書籍ランキングで1位を獲得するほどというほどなんです。そして出版社のお話では、ビジネスマンが多く立ち寄る空港内の書店の販売量が多いということで、購買層は主にビジネスマンということなんですが、なぜ今この本が売れているのかご本人に聞いてきました。日本の魚の消費量は年々落ち込んでおり、2022年度は過去最低を更新。国内で魚への関心が下がっていることがデータに現れているように見える中、魚に関するビジネス本を書いたのはお魚コーディネーターの長崎一輝さん。はい、去年放送されたドラマファーストペンギンでは漁業監修も務めるほど魚に関する幅広い知識を生かし、今年4月魚ビジネスという書籍を出版しました。面白い。なぜ今この本に注目が集まったのか、長崎さんに話を聞くと、世界全体では魚の今需要ってすごく増えていて、もう魚はもう年々人口増加の2倍ぐらいの速度で、食べられるようになっているっていうところがあるので、その影響が大きいと思います。実は海外の魚の消費量はここ10年で急激に増加、特に中国、インドネシアでの1人当たりの消費量は30年前に比べて何倍にも増えています。2013年にはユネスコ文化遺産に和食が登録され、世界の多くの人が日本人が食べる魚に注目。
そんな中、新潟は寿司が美味しい都道府県ランキングで1位、また魚が美味しい都道府県ランキングでも4位と、魚が美味しい土地として日本中から注目を集めているんです。やっぱり今コロナが明けて、ね、また世界の人たちと関わることが増えてきた時に、世界の人たちって魚を食べるようになってきているので、まあ、そこでやっぱりちょっと魚のことを知ってると少しこう話題にこうことを書かなかったりとか、そこで少しこう尊敬の眼差しを受けたりっていうことが、まあ、出てくることも多くなってきているので、まあ、そういったところが読まれている理由なのかなと思ってます。アメリカの日本食レストランに10年以上勤める萩野さんもお客さんの変化を感じたようで。多分増えてると思いますね。個人的には15年のうちには結構増えてるんじゃないかなと思ってます。がニュースなどでも日本長寿の国で、その国の食べ物は健康にいいみたいな感じで、来店される半分以上のお客様は多分お寿司も頼まれてるので。萩野さんのお店では魚料理の中でもサーモンを使った巻物のお寿司が特に人気。日本食を通し魚を食べる文化がローカライズされる一方で、私は結構田舎の州で育ったので、日本人の人口がもあんまりいなかったんですけど、それでもなおかつ結構日本食のお店増えてましたね。まあ、経営者はこのいろいろとアメリカ人、中国人、韓国人、ミャンマー人とかいろいろとあるんですけれども、まあ、それでも日本食を選ぶってことはそれだけ集客が望めるっていう、きっとなんかがあるんでしょうね。また萩野さんは今年4年ぶりに来日、新潟と富山で鮮魚を堪能しました。やっぱり新鮮な感じが良かったですね。うん、あと私が住んでる州がちょっと海から離れてるので、まあ、新鮮な魚っていうものがなかなか手に入らない、海沿いの県の魚がやっぱりこう美味しかったですね。世界に誇れる新潟の魚、はい、教養を深めるにはまず美味しさの再確認が大事ですよね。間違いない。新潟の港から仕入れた鮮魚が並ぶ万代島鮮魚センターでおすすめの魚を教えてもらいました。この時期だと何でしょうね。はい、そうですね、今このから初夏からこう夏にかけてはまず、マアジ、これはお刺身、塩焼き、フライ、これは脂が乗って産卵前で一番美味しいですね。あと何といっても三木の岩牡蠣、これが夏場期間限定で、始まります。はい、濃厚で結構塩味が強いです、でその場でお客さんに開けて食べさせて、喜んでもらっています。また長崎さんおすすめの新潟の魚はタチウオですね。味合いも夏にぴったりなちょっとこうすっきりした脂身なので、塩焼きが一番オーソドックスですけど、鮮度が良ければお刺身でも食べられるので、特に新潟やっぱり日本酒が美味しいのでまあ、そういったものを冷やして、まあ、タチウオのお刺身とかと合わせてもらうと暑い夏でもすごく美味しくいただけるんじゃないかなと思います。絶対美味しいだろうな。一方で魚に関するこんな試みも。最新の魚事情でいうと今未利用魚っていうものが注目されています。少し食べにくい、例えば骨が多いとか骨が硬いとか数がまとまらないとか、まあ、そういった理由で食べられてなかっただけで実は美味しいもの多いんですよね。万代島鮮魚センターにも未利用魚金頭が並んでいました。金頭もお刺身にするとすごく甘くて食感も良くて美味しいっていう魚なんですよね。今やっぱり海の環境というのがすごく変わってきていて、取れる魚とかが変わってきたりしています。であと技術もすごく進歩してきて、昔生で食べられなかったものが生で食べられたりとか、ちょっと前の魚の常識が今ちょっと変わってきてるんですよ。なのでこの魚を取り巻く状況の今バージョンの令和バージョンっていうのを知っていただくと、やっぱ生活をしていく上でも美味しい魚が食べられてとかいいことがたくさんあるんじゃないかなと思います。いやでも
日高さんとか西辻さんあたりも、はい、お酒のつまみという見方がほとんどないじゃないですか。何も、まあ、ないですよ。そういうところもありますけれども、はい、でもね本当にあの新潟こう、まあ、お寿司でも全国的にもねやはりこう評価も高いということで、あと寿司の、ね、シャリ、まあ、米もねやっぱりそういった文化があるわけですし、そしてあの日本酒も本当に美味しいわけですから語れるものはまあいっぱいあるということですね。本当にね、そうですよね、はい、これからの日本のこの魚文化がワインのように世界に共用にっていう言葉がすごく刺さっていて、私たち新潟県に住んでいるからにはこの魚の共用を身につけてビジネスマンとしてもちょっと一目置かれる存在になりたいななんて、そうですね、魚ビジネスを読んでしっかり勉強したいなというふうに私も思いました、はい、ぜひ皆さんも新潟の魚について知る機会を増やしてみてはいかがでしょうか。以上今日のアップデートでした。